はい、川崎さん、どうぞ。はい。おぉ。どうも、東京挫折組です。お願いします。今日の企画は、リアル水遁の術をやっちゃおう。赤崎くん、はい、水遁の術っていうものをご存知？あ、知ってますよ、はい、あ、知ってる？忍たま乱太郎で、忍たま乱太郎で、忍たま乱太郎、はい、忍たま乱太郎じゃない、忍たま乱太郎、忍たま乱太郎で水のあるところに潜って、こう竹とかでこうやって呼吸をして敵から身を守るっていう、はいはいはい、これね、忍術の一つなんですけど、はい、この水遁の術、これ僕らの身近にあるもので、はい、できちゃうんじゃないかなってちょっと今日思っちゃって、まあやらなくていいと思いますけど特に敵がいないんで身を隠す必要が、そこで今日はね、はい、ちょっといろいろなものを用意したんで、実際に水遁の術をやってみようという企画なんですよ。じゃあなんか海とか川とかに行く感じですか？いや、ここの家の死ぬほど汚いお風呂で家で隠れるそれじゃあ早速やってみよう。それではね、早速赤崎くんに水遁の術にチャレンジしてもらいたいと思うんですけど、普通にいいお湯ですけど、いやでしょ、うん、だから本当に男の家のお風呂だな。いや、汚い風呂ですけど ね、めっちゃ透明ですけどそれじゃあまず最初にチャレンジしていただくものはこちらです。焼きちくわ。まあ筒状のものといえば、そうそう、代表格ですよね。まあ、うん、これでできなかったら逆にやばいですよ、ね、そう、やばいやばい。ちょっとじゃあ潜っていただいて、まずね、はい、そう、はい、潜って、はい、あっち行く、あっち行く、違うって鼻がやばいです、鼻がやばい。でも呼吸を止めて、でも一瞬の勝負だと思う、これ。ちょっと赤崎さん、リベンジじゃお願いします。はい。どうぞ赤崎さん、いけ。おっ、おっ赤崎さん、大丈夫、ハードっすね、これ。あ、ハードだった。肌に水入り放する、入り放ちくわはどうかな、これ。成功か失敗で言うと基準なんすかね、これ。これ基準になるから、失敗じゃないですかね。じゃあちょっとちくわ食べちゃって、赤瀬くんね。えちくわ、うん、ちくわ食べちゃって、ここに入れたちくわすか、もったいないから。これがリアルに一番きついかもしれない。いやいや、なんで。じゃあ忍術使いの赤崎さん、続いてはこちら、うまい棒。いや、ちょっと難易度あったんじゃないですか前回の反省を踏まえ、はい、これね、鼻つまんだ方が僕できると思うんですよね。あ、先に言ってほしかったちゃんとね、水遁の術やりたいから、やっぱ。はい、赤崎さん、どうぞ。はい、おおおお、あれ、すげえ、今息できた、できました、え、すげえじゃん。もう一回しますか。すげえ、完全にできてんじゃん。息できる、あ、息がこっちに来てるもん溶けちゃう。あ、でも完全に成功してる、これ。ちくわも成功っすね、これじゃあ赤崎さん、これうまい棒は成功か失敗で言うと、まあ成功っす、成功ですよ、完全に。じゃあ赤崎さんね、このうまい棒食べていただいて。いやいやいや、はい、うまい、もったいない。ああ、わあはい、このね、水遁の術の回もいよいよクライマックスとなってきました。赤崎さん、早く終わってほしいです最後のものはこちら、超小型マカロニ。これでできたらもう本当に赤崎完全にマスター。一番バレないですよね。そう、一番バレないよ、これ。だいぶ水面までいかないといけないだからまあ一本のサイズはこれぐらいですね、赤崎さん。これ鼻つまんだ上でこれですよね。鼻つまんだ上でこれです。もう追いつかないですよ加えて、
加えたらもうこんな感じで、ね、それじゃあもう最後です赤崎さん、もううまい棒も浮いてますけどちょっとどうぞ赤崎さん、はい、やっぱりこれ水入りますよ。赤崎さんまだまだまだいけるまだいける、もう一回ね、はい、さあどうだ浮いてるか、さあ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 口が沈んでないでしょ赤崎。おお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 どうだ赤崎の。今息止めてただけ、それとも水遁できてた？いや水遁してましたよ。あ、水遁できてた？思いっきり今お湯吸って、うん、今鼻まで行きました。やりにくすぎますよこれ。やりにくいね。でもやりにくいけど、まあまあ成功する気はありましたよ。成功じゃないよだから。いやこれでもこれでできたのはこれでかいよ。何がでかいですか？何がでかいですか？何がでかいですか？もう二度とやんないですよ。じゃあこれ成功か失敗で言うと、じゃあもう成功だ。成功だよねこれね。うん。じゃあちょっと食べていただいてこれもね。硬いね。これは調理前ですよこれ。これも食べていかない。調理前。硬い。逆にもうこうしますよじゃあ。逆に。ちょっと湯がいていただいて。いや水遁できましたね。感情が分かんない。でも最初のちくわの多分鼻くさ出たらマジでいけてた。だってあの2つがいけたんだもん。うまい棒とマカロンが。これでいけないな。でも大成功ですよこれ。嬉しくないね。赤瀬君今回の検証結果お願いします。水遁の人は現代でもできる。東京挫折組です。お願いします。